ところに猿とカニがおりました。ある日のこと、ひょっこり2匹が出会って一緒に散歩に出かけました。カニは横ばいにかさこそ歩き、猿はとんとこ歩いて行きました。しばらく行くと道端の草の中におむすびが一つ落ちておりました。それをカニが見つけて拾いました。拾った拾った、握り飯。おお、カニのええものを拾ったの。俺も何かええものを見つけたいもんだ。うき、なんだ、カキのタレか。何かいいもの見つけたかい。ああ、いいもの拾った、いいもの拾った。どうじゃカニ丼、その握り飯と柿の種取り替えっこしようか。いや、わしゃこの握り飯でいい。カニ丼、握り飯は食べてしまえば終わりじゃが、この柿の種なら芽が出て木になってやがて実がいっぱいなるぞ。だったら猿丼がそうしたらええ。いや、わしはカニ丼のことを思ってそう言っておるんじゃ。いや、わしゃ握り飯で十分じゃ。この分からずや、人の親切が分からんのか。あ、何する。何もせん、取り替えっこじゃ。ほれ、柿の種見て。いやー、そんなものなかなか実がなるものか。そう言って猿は山の家に帰って行ってしまいました。カニは仕方なく柿の種を持って帰って行きました。そして庭の隅にそっと埋め、肥やしをやって水をかけて、芽出せ柿の種、出さなきゃハサミほじくるぞ。こう一生懸命カニが唱えると、あっという間に芽が出てきました。おお、木になれ木になれ柿の芽よ、ならなきゃハサミでちょん切るぞ。気になれ気になれ柿の芽よ。ならなきゃハサミでぶっ切るぞ。みなれみなれ柿の木よ、ならなきゃハサミでぶっ切るぞ。みなれみなれ。おお、赤くなれ赤くなれ柿の実よ、ならなきゃハサミでぶっ切るぞ。赤くなれ赤くなれ柿の実よ、ならなきゃハサミ。いや、おいしそうな柿の実だ。どれ、実はついたものの、カニは木登りができないので、どうしたものかと思案に暮れました。そこへ山の猿がまたやってきました。カニ丼、見事になったじゃないか。一つくれればわしが取ってやるよ。一
一つでも二つでもあげるから取っておくれ。よし来た、オイラに任せろ。こりゃうまい。タルドー、わしにも一つ取っておくれ。わかったわかった。それ違う違う、赤くて甘いの取っておくれ。わかったわかった、これは甘いぞ。それこれは甘いぞ。それ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 。いつでも好きな時にわしを呼んでくれ。おいしい青い柿を取ってやるわい。猿はそう笑って山に帰って行きました。一方カニは体中傷だらけになって家でうんうんうなっておりました。そこへちょうどハチが通りかかり、カニに声をかけました。カニどん、カニどん、どうしなさった。カニは今までのことをハチに話しました。いいんじゃハチどん、わしが弱かったばっかりに。いやそれは許せん、みんなに話して懲らしめてやる。ハチは怒って仲間を集めに飛んで行きました。やがてカニの家にハチの仲間が集まりました。まず村一番の力持ちウスどん、続いて勝ち気なクリどん、そしてちょっと匂うが知恵者の牛のフンどん。まったくあの猿にはみんなひどい目に遭っている。ここらで一度懲らしめてやるべきじゃ。しかしあいつはなかなかずる賢いぞ。牛のフンどん、何かいい知恵はないか。あるとも、みんなで力を合わせりゃとっちめられる。どんな方法じゃ。あいつは毎日朝食い物を取り山を下りる。その隙にみんなで家に入って、まず栗どんがいろりの中へ。牛のフンどんの作戦で次の日の朝を待って猿を懲らしめることにしました。そして次の日の朝、クリドンはいろりの中へ。ハチドンは水がめの中へ。ウスドンは屋根の上に。おお。開けっぱなしで出かけたかな。寒い寒い。
猿は方法の手入れ山を降りて行きました。そうしてそれから二度とこの山へ帰ってこなかったそうです。こうしてみんなで力を合わせてカニ丼の敵を討つことができました。めでたしめでたし。